はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、2月の19日よりそろそろシンクロリンクフェスティバルが開催されるということで、今回はこのイベントの、まあ、おすすめデッキですね、おすすめ周回用のデッキをご紹介いくつかしていこうかなというふうに思っております。イベントの詳細なんですが、基本的にはそのシンクロモンスターとリンクモンスターを、まあ、活躍させるデッキを使いましょうねみたいなイベントになっていまして、まあ、ジェム結構ねたくさんゲットできるんで皆さんも多分回るかと思うんですけども、一応ですね、まあ、好きなデッキ使えばいいと思うんですが、まあちょっとデッキ迷ってる方のためにね、いくつか、候補を、ご紹介していきたい。で、今回のご紹介するデッキなんですが、もうあまりにも調整ができておりませんのでもうたくさん一応紹介するんですけど、デッキレシピ一応載せますが、まあ、全然調整しないんで、あの参考程度に、はい、参考程度にご覧ください。はい、やっていきましょう。レスキューエース、これね、診断で強化されましてね、ディアベレスターが実装されまして、一応ハイドランとリクルートできるようになりましたので、まあ、このギミックを今回は搭載したレスキューエース、まあ、ちょっとエマージェンシーもプリベンダーもないんですけども、まあ自分は結構強いんじゃないかなと思ってます。で、手札誘発の話なんですけども、手札誘発結構で、ね、増殖する G とかドロール&ロックワードとかディメンションアントラクターとかいうカードが一応禁止になってるんですけども、まあ大体使いますね、それ以外の、まあエフェクトベイラーであるとか、まあニビル、ウララ、ワラシ、シグレ、ウサギ、それからまあガンマといったこれの強いカードにプラスして、あと無限保養とかも普通に使えるんで、ちょっと、まあ、一部拮抗勝負であるとか、まあ、こういうのが気になったり神罠とか気になったりするんですけども、まあ、ある程度は使えるということで、まあ、そのレジェンドアンソロジーとかのイベントよりかは、あの先行芸にはならないんじゃないかなというふうには思ってます。ちゃんと手札誘発投げればね、はい、でレスキュースはこのターベランス の4枚セットが、まあ、めちゃくちゃ強いんじゃないかなと、思ってますので、まあ、おすすめのデッキとなっております。遠征騎士、いや、さすがにね、おすすめしたい。この診断で強化された最高のかっこいいデッキ。まあ一応ですね、龍剣士のね、ギミック、ちょっとね、一部で禁止になっていたので、龍剣士なしの構築になってるんですけども、まあ基本的にはね、ちょっと動画見ていただければ、僕が出した動画見ていただければわかるんじゃないかなと思うんですが、一応そのディアベレスターから、なんかその、レベル1の、炎属性モンスター、例えばまあリナルドであるとか、リッチャルデッドみたいなモンスターを出してきて、まあ一応戦術力2段並べて、まあイゾルデムーブしていくとか、まあ単純にエクスパラディンから、リンクして、イゾルデに、展開していくみたいな。で、この、テーマ、もうフェスに完全にマッチしてるんじゃないかなと思ってて、要は、リンクモンスターとシンクロモンスターで戦うテーマじゃないですか。もうシンクロリンクフェスティバルに最適なんじゃないかなと思ってるんで、はい。シャルル大帝めちゃくちゃかっこいいし強いんでね、はい。よかったら使ってみてください。トライブリゲード、まあ、相変わらずね、使います。トライブリゲードデッキ結構ね、誘発の枠するとまあ開くので、まあ、ちょっと安定感は どのぐらいあるのかちょっと分かんないんですけども、一応エクシーズモンスターとかが入れられなくて、例えば12獅子とかはたらモンスターが出てくるだけみたいになっちゃうので、まあ、一応入れてもいいんですけどね、頭数増えるんで、重戦士族とかのなんで、まあ、一応入れてもいいんですけども、今回は一応レスキューキャットとか、それから、まあ、フラクトールからの、まあ、動きをメインに考えてますね。はい。で、まあ、どうしても、出したくて、ブーケファルス2入れて、なんか、ロアとか入れてるんですけど、これ別になくてもいいんで、正直。これ僕が好きなだけで入ってるから。だから正直なくても勝てるんじゃないかなと思ってるんで、まあ、この辺はちょっと、手札誘発に変えるとか、まあ、展開札に変えるとか、防御札に変えるとかしてもらってね、まあ、皆さん、好きなようにカスタムして使っていただければいいんじゃないかなというふうに思ってます。マリンセスね、さすがに強いんじゃないかな。こういうイベントリンクフェスティバルとかシンクロフェスティバルの時ってめちゃくちゃ暴れんだよね、マリンセス。まあ、結構ね、1枚から、リンクしてバン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 で展開していけるテーマではあるし、あと、まあ、妨害としても、まあ、非常に優秀で、なんか何の効果も受けないね。あ、バトルオーシャンがある場合ね、バトルオーシャンがある場合は何の効果も受けない。アルゴノート、魔法トラップカード一回無効にしてくるにプラスして手札から、マリンセスウェーブ打てるということで、まあ、ちゃんと2妨害が、成立するし、でしかもなんか何の効果もいけないから結構突破されにくいっていうのもあってね、アルゴノとか。なので、まあ、このデッキパワーとしてはしかも誘発のスロット結構余るんですよね、これ一番初動もある程度あるから。だからまあ無限保養であるとかエフェクトベーラーであるとかね、ニビルであるとか、まあ、怪獣とかも入れるし、あとちょっと今回はエジルラン入れて、エジルギミルも出したろって思って、まあ、入れてるんですけど、まあ、こういうギミックも一応外付けで入れられますんで、まあ、なかなか強い強力なデッキとなるんじゃないかなと思ってますんで、まあ、よかったらマリンセス久しぶりに使おうとかいう人はね、ぜひ使ってみてください。妖精ロストトルネードではない方の
沢渡さんのデッキ魔界劇団ですね、このデッキもね、まあ、あのパワーはかなり高いんじゃないかなと思っていて、まあ、高校のねこの、ビッグスターからの魔界大砲を連発する、ムーブでなんかワンキルも結構取りやすそうな気がしてるし、まあ、あの先行だったら、ワイルドホープとかそのサッシーの硬さで頑張れるし、あと、まあ、単純にその、ファンタスティックシアターの、 その、書き換える効果もう、発動することもできるので、まあ、ヤブヘビとか入れても面白いかもしれないけど、まあ、ヤブヘビが出てくるモンスタークリスタルクリアウィングとかその辺になる気がするけどね、まあまあ、面白い組み方いろいろできると思うので、これも、まあ、よかったら触ってみてください。多分結構強いと思います。ちなみにレジェンドアンスロジリールとかだとマジで、まあ、あの無双してました、このデッキね。ブラックフェザーなんですけども、なんでか知んないけど、なんかブラックフェザーアスタルトドラゴンがなぜか制限カードに指定されておりましてですね、なんでってなんだけど、まあ、あのフルアーマードとか普通に使えるんで、フルアーマードとか、それからまあ、天意の竜騎神とか、アンヘルとか、ディスパテルとか、この辺のモンスターもゴリゴリに使って、あのめちゃくちゃな盤面感作れるんで、まあ、先行5、6妨害ぐらいは構えられそうな気がするんですよね、 BF って回れば。で、回すのがちょっとやっぱ安定感がなくて、 BF って、まあ、ちなみにあの黒い旋風も なぜか純正義になっていて、まあ、なんか謎のなんかお気持ち純正義みたいな感じなんだけど、これとあとまあシムーンとかスズリがないと基本は動けないんですよ。なんで、まあ、一応今回スモールワールド入れて、一応ラディアン経由するとどんな BF モンスターからでも基本的にはシムーンとかスズルにはなれるんで、これ入れて一応あの初動の安定感を増しておりますといったところですかね。回してみないとちょっと安定感どんぐらい落ちてるのかとかちょっとあんま分かってないんですけども、まあ、一応理論上は多分結構強いと思います。まあ後手の手数があんま出ないんで BF って、正直ね。なんで、そこだけちょっと不安材料ではありますけれども、まあ、先行取ればめっちゃ強いから、イベントってさ、高校取っちまってもなんかサレンダーして次って先行取った時に勝てばいいみたいな話あるじゃないですか。だからなんかね、いけると思います。結構 BF 強いと思います。双剣、これはね、最近ね、ストラクチャーが配られてね、結構組みやすい人も多いんじゃないかなと思いますし、しかもパワーも、デッキのパワーもめっちゃ高いし、あと回しやすいんでね、このデッキはね。一応プロートスがなんか禁止になっておりまして、これなしで配らないといけないんですけども、まあでもパワーは全然高い。増殖する地位がないぐらいで、もうほぼフルパワーみたいな。なんかね、カスタムするとこほぼなかった。増殖する地位抜いてぐらいなんで、このデッキはまあ先行取れればバロネス関所にプラス暗転とかみたいな感じになって、まあ、十分強いんじゃないかなと思ってるんで、よかったら試してみていただければなと思います。まあ、ストラクチャーって組みやすいんでね。タクチューナスデッキ、こちらなんですけども、ハイパーライブラリアンが禁止になっておりました。はって思ったんだけどはって思ったんだけど、まあ、じゃあドローはできん。だからハイパーライブラリアンでのドローはできないんだけど、ドローなくても一応ね、赤気流カラミティみたいなギミック生きてまして、相変わらず生きてるんですよこれ。なんで、テクチラスって、まあ、何回も話してるけど、レベル2のシンクロ召喚をすることによって、相手のターンに赤気流カラミティができるよっていう、まあ、そういうデッキなんですよね。まあ、これを、まあ、一応レベル2シンクロができるハンドになればほぼできるんで、例えば、まあ、サラマンダー純正義なんてあんま関係ないから、これ言うて、まあ、ディアベルスターいるし、ディアベルスターとかから、まあ、サラマンダー出してきて、もう一体レベル1追加してシンクロ召喚するとかね。あと、魔導賢者ケプラーから契約書ラミアで、ラミアとケプラーでシンクロ召喚とかしてもいいし、まあ、いくらでもこれ、ハイオリレベル2のシンクロモンスターなんでね、でここから、まあ、つながっていくこともできるし、まあ、いや、ちょっと、まあ、ちょっと回してみたんですけども、まあ、結構安定感は割とあって、まあ、相手の妨害によるんだけどね、レジェンドアンストロジーほど、その、なんだろう、こっちの効果は通らない気がするから、その無限保養とかエフェクトビューラーちゃんとあるからね。なんで、まあ、その辺をちょっと対策するべく、まあ、例えば、なんだろう、マジシャンズソウルズとかの、ギミック入れて、儀式の準備からサウラビスサーチとか、そういうギミック入れてもいいと思うし、なんかもう、ゆきらでもカスタムはできると思うんで、まあ、基本的には、これを出せればいいから、これを出しながら相手の誘発もケアすればいいから、だからこれ抜いてもらって、はい。まあ、対戦に行けないからね、一応。このギミックをするためには。なんで、まあ、こんな感じで組んでいただければ、まあ、一応いいんじゃないかな、というふうに思ってます。はい。調整は任した。スピードロイド！ A、さすがに最強。こういうフェスでは。
まあ、シンクロデッキ、ではもう本当に先行の妨害数がえぐいと言われているデッキなんですが、まあ、上振れた、展開を、まあ、するよりも手札4発プラス、まあ、クリスタルウィングみたいな感じで戦っていく、ことを想定していてこんな感じ になってますが、一応ウィンドウィッチとかね入れたら、まあ、ある程度初動も安定するようになると思うし、もっと展開札いっぱい入れると、まあ、より盤面が強固になると思うんで、まあレベルその7のなんか、セイントファイアギガみたいなモンスター入れてさ、なんかいきなり重心機能出すみたいなのもできるからね。だから、まあこの辺のカスタムはまあお任せしますが、さすがにベイゴマックス3枚使える、スピードロイド弱いわけないんで、でしかもまあ一応ね GOM ガンもいますからね、まあ、GOM ちょっと2枚にしたいんですけど、ちょっと枠がなくてもクリスタルクリアとか出さなきゃいいか、これこうしてこんな感じにしてもらってもいいですし、なんかもういくらでもねカスタムできると思うんで、はい、多分このデッキはめちゃくちゃ強いんで、まあ、スピードロイドのね展開が好きな方はぜひ使ってみてください。他にもね強そうなデッキ結構いくつかあるので、一応ざっとねまあ思いつく限り紹介していきたいと思うんですが、まあコードトーカーですね。コードトーカーはまあ、残機ギミックはちょっとエクシーズ絡むからいまいち使いづらいかもしれないけど、まあ、マイクロコーダーとかこの、コードジェネレーターみたいなモンスターは使って、まあ、バリバリに展開していける。あとファイアウォールね、ファイアウォール あの新しい、ギミック追加されたじゃないですか最近ね。ファイヤーじゃない、ファイアーか、なんだっけ、ファイアウォールドラゴン、あファイアウォールディフェンサーか、ファイアウォールディフェンサーとかこの辺のファイアウォールガーディアンとかこの辺のギミック追加されておりますんでね、ここからリンク伸ばしていって、まあ、エクストラリンクとかもできると思うんですよ。エクストラリンクしちゃえばもうリンクデッキやったら死亡するから大体なんで、まあそういうギミック使ってももらってもいいですし、あと戦闘機とかね、これもね、まあ、あの誘発結構生きてるんで誘発戦闘機みたいな感じでデッキ組めると思うし、全部誘発以外のその戦闘機のギミックも生きてるんですよね、ほら、はい、まあ、全部使えるというところがありますので、まあ、これも強そうですし、あとちょ僕組んだことなくてちょ組み方全く分かんないんですけど、イグニスタ、これも、まあ環境レベルのパワーあるじゃないですか、イグニスタデッキって展開力もあるしね。なんで、まあ、ちょっと残機がいないから、まあ、ちょっと展開力若干落ちてるとかあるかもしれないけど、まあ、このデッキも一応ねファイアウォールディフェンサーとかそういうの使って展開できそうな気がするから、まあ、この辺もね強いんじゃないかなというふうに思ってます。はい、以上、まあ、大体ざっと、まあ、ツイッターとかでちょっとご意見いただいたりとか、あの僕が思いつく限りの、動画で紹介させていただいたんですが、まだ他にもね、たくさんあの強そうなデッキはあると思いますので、よかったら皆さんもね、コメント欄で、こんなデッキいいと思いますみたいなのがあれば、残しておいていただけるととても助かります。はい、では、また次の動画でお会いしましょう。イベント頑張りましょう。じゃあね。